大丈夫これが限界かな、このぐらいで抑えなきゃダメかな。それでも弱いな。了解です。ちょっと音しました、聞こえました。ダメ、かなり薄いね。カスコ、カスコ中井さんもいいぞ。中井さんがなんかいいみたいね。また一応いや戻るっていうかね、電波がないんだこっちが。はい、停電しようか。小雨ですけど、結構降ってますね。最高だね。ね。はい、ドキドキしてますよ。寒くはないけど、どっちかというと暑い。歩きすぎて。マジっすか？もう筋肉痛です。マジっすか？はい、パソコン壊れないので。はい、こんにちは。おー、エレブさん、どうも、こんにちはです。
もう疲れ切ってます、この時間帯ですけど。結構怖い。結構交通っていうか車が通ってるからそこまで怖くはないんだけど、写真撮っててやっぱ暗い場所もあったりしてそこは怖いかな。顔を出して、いや顔を出してはちょっと今はしないかな。うん、さん、どうもしてこんにちはです。はい、シラさんのお父さんです。ビックスです。もうずっと。はい。緊張して眠れなかった。いや、緊張してというよりは、まあ、部屋の掃除とかそっちの方で眠れなかったよね。バス来たよ、バス来たよ、バス来たよ。あ、キタさん来るんですか。バス来てるんで、動きます。早くキタさん来てください。待ってます。暗いなら、何でしょうか。暗いなら照らしてっていうんですかね。今ライトがちょっとないです。そうだね、まあ不気味って言ったら不気味かな。緑色のところのと顔はどうだろうね、後で検証してみないと。みんながいるよ、女性が愚かしきてます。バス来るよ、バス来るよ、ゆうさん、バス気をつけるよ、はい、寄るね。はい、大丈夫です。奥行かないの、いや奥今行ってきて、うん、奥からこっち来たの、これからまた奥に戻るっていう感じかな。戻ってから、ちょっと見学してから。はい、見学してから、見学してからまた向こうに戻ります。一枠で、今日終わりで。はい、一枠で割りだそうです。またやってやれたらもうちょっとね。次ミドル外径。次ミドル外径だって。そこは1時間で、で。そこは1時間でやるらしいよ。僕はそこで違和感と。人歩いてるか。人歩いてる？これ今生ですね。昼なのに暗い。そうだね。まあ入り口だからちょっと明るいけど、奥行ったら暗いよ。電波はあるね、今ね。ドローさんは超イケメンです。もうイケメンの中のイケメンですよ。あ、来た来た、僕から誰か来てる、誰か来てる、あ、来てるね。バスか、バス今からバスか来るって。今度は今夜はスポットたくさんある。回れるかな、回れたら回りたいなって感じかな。今は
マスターさんイエーイ、エレブさんイエーイ、ダさんイエーイ、みんなイエーイ。もう、あ、400おめでとう、ありがとうございます。トードさんに言っときます。イエーイイエーイ、くるくるよ、今から車が来ます。来るよ、落として。あと1分半ですけど、車が来ます。顔出しはもしかしたら夜にあるかもしれないのですが、それまでは待っててください。シャシさん、エリブさん、ありがとうございます。お疲れ様です。トシヤさん、ありがとうございます。ルカート様、ありがとうございます。皆さん、ありがとう、放送ありがとうね、来てくれて。はい、はい、お疲れ様です。あ、割っちゃいましたね。はい、ありがとう、お疲れ様。はい、お疲れ様。完璧だよ。あ、無理やり乗り無理やり完璧だよ。念仏寺行きましょうか。まだ時間大丈夫ですよね。じゃあね、清滝トンネルでございます。いてててて、挟まれた挟まれた。お疲れ様でした。清滝トンネルです。以上です。失礼します。お地蔵さんです。上行きますか。あ、行けないんだ。これ名前書いてあるよ、まあね、宮本さんって、山口さん、はい、1982年って書いてあるよ、はい、何これ。宮脇貴子さん、無縁とか、うん、
陽系82歳なんか俺と同じ名前がある家の金つきどうなんですかね。あれなんですかね。なんか立派ですね。ちょっと行きましょうか。行けたらちょっと行きます。寝とったら行きましょうか。消滅消滅ですね。ここから行けるんですよね。雨すごくなったな。あ、これすごい。でもこれまだ1週間じゃ紅葉しないかもわかんないですね。これは無理ですね。中旬ってとこですかね。外人だ。外人さん。バスで下に降りたのが早そうな感じです。でも1時間に1本飲んだ。いいけど、今、はいはい、ここでちょっと見ましょうか。ここなんだ、入れるのかな。はい、感じます。水そう。何先手千手観音。千手観音。すげえ。うわ、怒ってる。お邪魔します。お金払うんだ。いくら300円。どうする。ここがキーですよ。払っちゃう。どうします。行きます。行く。行かない。どうします。300円。どちらでも。あまりにも危なかったら引き返すとも悪いですけど、うん、まあ、傘、あそこだけだもんね。ここにあそこだけ取るのに入るって。今取ってなかった。こんな感じですかね。清滝つり寒いんですかね。はい、いけるなすよ。ほら、なってますね。じゃあ歩いていきます。清滝トンネルです。2本目上下線です。さあ、そこまでだ。傘は皆さん走っていきましょう。ここから大事ですね。車来た。来ましたよ。来たよ。来たよ、車。疲れるよ。どうでね。暗いですね、でもね、うん、まあ、HID だったらすごいんでしょうね。向こうはナイトショットすると不気味ですよ。不気味ナイトショット。不気味ですね。薄いですよね、こっちの濃いですよね。多分その規制がかかる前だから。だからですね、次過ぎるから、うん、あー、あ、そういう意味でちょっとやってるんですね。何メートルぐらいあるんですか。1キロぐらいある。500、600ぐらい。もうすぐ2万歩ですよ。2万歩。皆さん、私いいよ、もう、うん、息めっちゃ取りますか、うん、いや、OK。 あ、車来たよ、車来たよ。
がなんかすごいですよね、この部屋。何なんですか、これ。何なんですかね。ですかね。ここも錆びてるし。水の音が、寺。寺今人の顔見えた。それが。でも長尾はね、もっと暗いですよ。電気ないですから。車来た。来ましたね。来たよ来たよ、車来たよ。その笑みも夜行くのが絶対怖いんだよね。うん、ていうかその前に疲れるんだ。いや多分ね、今回あのね、タッグホテルは行くの、行くメンバー決めたんだ。あ、そう、うん、ラミラさん、ビッグスさん、マジっすか、2人で。え、2人ずつ。2人ずつ。じゃあ僕1人でいいよ。ちょっと。じゃあ俺1人から1人で行く。いやー、うん、行きますね、お子さん、一人で。え、ほんとですか。ジェルさん、行けるね、一人で。ジェルさんが、どういう人からか見てるやろ。稲取のがやばいな。あ、どうなんですかね。臭かったよね。まあ、臭さはね。すごい標準量だよね、はい、あそこね。竹真っ黒だったし。気を炊き込んでるでございました。以上、霧もちょっと出ますかね。雨が降ってますね。お疲れ様でございます。雨降ってますね。ね、止めちゃいましょうか、これ動画ね。お疲れ様です。